今日はセクシーな感じでお届けしたいと思います。まずはブロッコリーのお湯を沸かして、ブロッコリーのですね、はい、火つけました。これアレックスのお家で今お湯を沸かしておりますね。出てきました、ブロッコリーですね。となんだこれは、玉ねぎと、しめじ、あと、コーンですね。それがいわゆる鮭でございます。パックに入っております。はい、で材料が揃ったでしょうか。まだありますね、これタレですね。次食材を切っていきますね。はい、ブロッコリーですね。これブロッコリーって切るときこう切っていくじゃん。で最後真ん中のあたりちょっとめんどくさくなっちゃいますよね。適当になっちゃいますね。これザルがないので、ティファールのなんか温野菜作るやつ、蒸し器みたいなやつですね。なんか喋ってましたね、ブロッコリーより見るものあるんじゃないの。すいません。これ玉ねぎですね。じゃあ私何でも料理できるんですけど、これ大きすぎるんじゃないかっていう声があるんですけども、これがレシピ通りに作る、順番がダメだ。だからちゃんとレシピ読んでって。日本語なんか読めないから怒られてますね。我慢できないんじゃない。なんかこれがね、ちゃんと読まないとこういう部分とかが大事です。怒られてますね。レシピ通りに作るって言ってレシピ通りに作れなかったんですよね。やっぱ難しいじゃないですか。あ、これしめじですね。これ石突きを取るって言ってアレックスに石突きって言ったら何それって言って、やっぱ知らないんですね彼は。はい、で切り終わりましたよと。しめじも玉ねぎも切り終わりました。入ってるよ。ほらまた、それは鍋に塩少々ちょっと早すぎる。水入れるのはだって5番じゃん。ここをなんか全部いってから5番、順番でやらないとね、全部なんかダメになっちゃう。怒られてましたね。次鮭を焼くと。オリーブオイルで鍋に油を敷いてですね、もうすでに火の入った鮭だと思うんですけど、それをぶつけちゃいましたね。だからね、これハロフレッシュってこんな感じで食材がね、袋に入って届くんですけど、すごく楽ですよね。で、裏面でいいってこと？どっち？なんかそう。裏が表で表が当たる。そのまま。わけわかんないこと言ってますね。これもう火が通ってるので、もうさっと焼き目つけてあげるみたいな、温め直してあげるぐらい。大丈夫です、これ。跳ねるんで気をつけてください。男の感情。熱いんだ、ちょっとこれ強いんじゃないこれ。これ超見えないと思うけど超跳ねる。はい、で野菜を入れる。でもまだまだ、ブロッコリーまだ。でも気持ちわかる、気持ちわかる。ブロッコリーまだ落ち着いて。やっぱレシピ通りに作るってね、大変ですね。なかなかね、分かってんだけど自分のやり方にしちゃうよね。
ピあのシチューを煮込むということで、ここで先ほど切った具材をですね、もう早くしてそういうなんかじゃないとさ、あなた遅いから拗ねてますね。そう、でも気持ちわかる。レシピになんか従って作るのはさ大変です。大変です。俺さ、ほらルールって守れないタイプじゃん規則とか法律とか法律は守る、法律は守るよ。法律守れてないんで検挙されるんですね、いつも調書書いたり、あんま良くないですね。苦手な言葉はコンプライアンス遵守、苦手ですね。なかなか分かっていてもね、ルールっていうのはやっぱ破るもんだとお父さんが言ったんでね、それに従わざるを得ないと。落としちゃいましたね。なんか喋ってそうですね。これ最強味噌とあとだしですね。もう早くなんか やってるから、なんか何もそんなバカやるな。泡立ったら生クリーム、はい、生クリームでございます。これね、ちっちゃいやつがね最近売ってんですよね、スーパーに。これがねちょうどいい量で、これぴったりだったんですよ、この量。レシピで言うとね、調子乗ってまた上から、またこれ怒られてますから、この瞬間。注意しました。なんかユイヤちゃんとやってよ、本当に。なんはい、つけて。なんかそんなつけ方見たことない。見たことないよ、俺も。まあね、井上久志さんもなんか真面目なことを面白くみたいな言ってたんで、そういうことですね。で、先ほど一度焼き目をつけた鮭を戻しますと。で、仕上げにブロッコリーを茹でてぶっ込むということです。やっと鍋に塩を入れてですね、茹でていきます。味見してますね。ブロッコリーってなんかこうちょうどいい茹で時間ってやっぱ難しいですよね。硬かったり、なんか柔らかすぎてボロボロになってたり。あ、突っ込みました。で、最後に仕上げのコーン突っ込んで、もう少しこう煮込んであげると。で、これね、ちょうどいい粘性がこう低すぎると、やっぱ日本人としてはこのシチュー感が足りないじゃないですか。それがね、煮込んでいくとちょうど良くなるんですよ。で、生クリームと最強味噌合わないだろうと思ったら、これが合うんですね。なんなんですかね。なんなんですかね、これね。もうちょっとでもブロッコリー茹でても良かったかなと思ったんですけど、茹でてじゃない、煮込んで。まあまあ、でもまあ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 って感じでしたね。で、これハローフレッシュってこのレシピがさっきのカードに出てくるんですけど、あれストックしとくと後でまた使えるんでね、結構おすすめです。これ本当に美味しくて、もうコーラも進むって感じでしたね。で、皆さんもハローフレッシュ海外で人気なんですけど、やっと日本でねサービス本格的に開始したということで、ぜひ試してもらえればと思います。